誰もが夢を見る。そんなキラキラした青春を経て、そういう人の特徴って中堅地獄に落ちる、うん、結局説明書読んでない人のが多い。そんな地獄の底からなんか、ね、僕の中でアホの定義なんですけど、うん、勝手に考えてやるやつ大体アホやね、うん、言われた通りやることになぜか反抗。なんか料理とかもそうじゃないですか。ほう、あのクックパッドとかさ、うん、書いてある通り作ったら絶対できるのに、うん、できひん人って書いてある通り絶対せえへんやん。不思議よね。なんだ、あれなんだろうね。なんか自分のオリジナリティ入れてくるでしょ。なんか信用してないね。いやほんまにみたいに思ってるの、うん、アホやから、うん、ほんまに決まったんやけどその通り作れよと思うよね。あれなんなんやろね、あの感じ。わからんいやなんかね、細かいこと言うたらなんかまあ測って入れた方がまあええやんかみたいなやつも、うんうん、なんか割と初っ端やのに目分量とかでやるやつとかもいるでしょ。そう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 、あんま意味わかんないですよね。でなんかそれをなんかこうなんていうの、才能や思てるやろ。あ、思てる思てるそんなわけないんすけどね。なんなんやろな、あの感じは。わからん。なんかね、それで言ったら、うん、僕34歳なんすけど、あ、はい、今34年間で一番ギターがうまいねんね、うん、あの効率的な練習を1年ぐらいやったら、うん、この年でもやっぱさすがにちょっとうまなるねん。まだまあそういうのって結局練習すればするほどっていうことか。うんね、単純に、うん、でただそのなんかほら勉強とかもそうやけど、うん、無駄な練習は死ぬほどやったって絶対うまならへんねん。まあ身につかへんわね。うん、うん、何のための練習かみたいなのをこうずっと、うん、意識しながらやっていく、いったらさすがにちょっとうまなっていくねんね。うん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 。なんかあります、そんな天一で。しっかりそのあの働いてる店の名前出すなよ。天一でそんなんある？まあだから接客用語ですね。うん、用語的に例えばお釣りとかでも渡すときに、うん、あ受け取るときに何円からお預かりしますのからはいらんみたいな。あ、はいはいはい。まあこういう細かいなんかマニュアルがあって、うん、まあどうしても言っちゃうんですよ僕。その癖づいてるから、うん、今までそういうマニュアルのあるところではやってなかったんで、うん、まあ日本語的におかしいからね、うん、っていうのをなんか癖づいてしまってるから、うん、それを今強制するためにもうずっと反復練習ばっかりっすエアーで言わされてんの？いやもう実際お客さんで、あ、うん、キュッて自分でブレーキ止めなくねな。そうなんですよ。だから意識しながらやらんとこういうなんて治らへんから、うん、もうそれでもう頭いっぱいいっぱいやのにさらに新しいことをこう覚えてもらおうと、向こうは早くこの研修から抜けてほしいから、ね、うん、一戦力としてなってほしいからこう新しいのどんどん言われるんですけど、どん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 こう古いやつが消去されてくるんですよねメモリーが少ないから、メモリーが少ないから、もうそんな37ですから僕。昔のガラケーみたいなやつやね、うん、どんどん昔のメールが消えていくやつ、ね、消えていくやつ溜まっていったらね、うん、じゃない。でもまあ東海ビスやったから忙しかったでしょ。めちゃくちゃ忙しかった、ほんまに。まあでもなんか何、外国人の人とかこうあれなんちゃん、上品な人、お客さんが多いんじゃないですか。いや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 、ベッドタウン大国町やから。いやベッドタウンちゃうやろこんなところこんなところって言うてもうたけどもうすげえ怖い人多いわ。おる、そんな人。おるよ。だって一応ね、その飲食店でアルコール出してるんで、うん、アルコール頼まれたお客様に対しては一応聞くんですよ。この後車の運転ないですかとか、うん、自転車運転しはりますかみたいな、うん、いや大丈夫です、歩きで帰りますって言われた方だけにこの販売をすると、うん、まあ、一応細かいこと言えばもうちょいあるんですけど、うん、それ聞いた、当たり前やろお前、乗ってきてても言うかみたいなことをガッツン言われて、うん、うわぁ、と絶対あれやな、目分量の人やなその人そんなほんまに怒る？と思ってうんうん、そんないよないよでええやんかっていう話やし、目分量やね、目分量や、もうカッツン怒られて。何を食うの？やっぱそのこってりばっか食うの、その人は。いやいや、一応ね3種類スープあるんですよ、うん、こってりあっさり屋台の味ってあるんですけど、うん、あね、まあ、そういう人ら、まあ、共通なんか分かんないですけど、うん、互い言うのがこっさりなんですよどういうこと？こってりとあっさりを足しとるんですわね。あってりやったらあかんのそれ。あってりやったら、あってりは聞いたことないですねあってりはないんですけど、こっさり、こっさりって言うんですよ。それなんなんです、その専門用語的な話。もう向こうの界隈ではそうなんじゃないですか僕はもう何の、僕知らなかったんで、その名分了解では当たり前なんや。当たり前かもしれないですねこっさり俺は聞いたことないなと思って
屋台の味でいいですかって、ね、こっさりやってだからって怒られるんですよ。チョコレてくるんやなと思って。いやいや、中堅地獄とね言いましてね、言いまして、はい、もうおじさんたちがね、うん、あることないこと言うやつです。いや、あることを言うてますけど。それ言うたら俺の今がないことになるやんか。神奈川と言いまして、はい、音楽をやっております。はい、そうですね、松文字さんと言います。天一のアルバイターです。ねえ、もう大変です。どうなん、あのネタライブとかは出えへんの？ネタライブは全然、あ、でも今度大喜利ライブの MC はしますけど。ちょっとそんなん出てもらわんと。まあね、ラーメン屋を居候させるわけじゃねえから、こっちは。でもラーメン屋を居候させてますよ今。いや、だからもう申し訳ないですけど、なんかもう、あ、うん、でもそういうのやっといてもらうと、ラーメン屋オンリーを居候さすのはちょっとおもんない。まあでもこっさりの話もできたし。こっさりできるかと思って。あれ何やったっけ、友達割引あれやったっけ。あ、なんかね、まだちゃんと聞いてないんですけど、うん、あるかもしれないっていう。なんか半額になるかもしれない。うせやん、すごいやん。うん、わかんないですけどね、うん、うん、今日もいろいろ大変でしたから。もう今日も、今日も大変でしたよ。もうなんかいつも毎日こうバイトの大変やった話を聞かせてくれるやんか、うん、今日は何があったの。今日はね、一応研修中なので、うん、まあ今日新しいところ、まあ、一応3種類あって、メンバー、焼き場でホールって、この3つが大きく分かれてある、うん、厨房みたいなこと。そうですね、メンバーとかは焼き場、メンバーはまあ厨房をイメージしてもらったらいいんですけど、うん、今日はその焼き場を、まあ、ふわっとした感じで、うん、ほんまはまだホールの研修なんですけど、うん、まあ、ちょっと早く終わったんで、うん、焼き場をやらせてもらってて、研修を教えてくれる方をついてもらってて、女性の方なんですけど、うん、すごい優しい方なんですけど、えらい社員とこうバッと目の前で喧嘩されてね、僕挟んで、うん、なんか社員側からしたら、その研修項目っていうのがあって、その上から順番に教えてってほしいみたいな、うん、でもそのまあ営業しながらの研修なので、うん、やっぱこの流れによってはそのさっき唐揚げの揚げ方を教えるとか、ね、うん、なったりとか、今注文入ったからみたいなことね、まあ、ある意味臨機応変に対応してこう教えてくれるみたいなのをされてたんですけど、うん、もうなんかそれやったらあかんやろみたいな、うん、上からちゃんと教えな、うん、それやったら言うてくださいよみたいな、はいはいはい、ぶわっと目の前で喧嘩されて、うん、俺すげえいたたまれへんと思って。辛かったっすね、なんかもう両方に。そうよね、両方に、もうなんかすんません、うん、もうなんかすんませんっていう感情しか残ったっすね。あとなんか最近僕友達死んだから、ちょっと焼き場とか言うのやめてくれへんかな。何やねん。ごめんごめん、それはそれはほんまごめん。そうやね、なんかすごい方やったんでしょ。うん、すご、僕すごくなる前がからやったから。あ、その方が、うん、うん、というかもうどんくらい、17年ぐらいの付き合いやったから、もうかなりかなりあるね。そうやね、うん、人生半分やろだって、うん、売れてからはあんまり、うん、なんかあんねん、なんか芸人でもない、友達っていうか仲間が売れたら、うん、こっちから連絡せんようになるみたいな。あー、なんか変に気使うってことですか、うん、あ、まあまああるっすね。ここ 5,6 年はちょっとそんな状態やってんけど、うん、って感じやね。あー、うん、まあね、いろいろありましたね。そうだね、まあね、大変ね、うん、大変でさ、ね、ほんまに大変。そんな中、何、うん、社員と教えてくれる人が、うん、なんかバチバチに喧嘩して、多分女の子の方ちょっと若干泣いててんな。そんなに、うん、でもなんかこの感情高ぶってしまって泣くっていう、なんか言われて泣いた。あれなんじゃん、好きなんじゃん。何が、松本さんのこと。あ、絶対それはないと思うねんけど。なんで、え、ないよ、今日研修すいませんお願いしますみたいな言うて、うん、ああお願いしますってなってて、まあなんか休憩時間が一緒やったんで、うん、ああ、ええやん、ええやん、まあ、まあ社員と、あとバイト3人、僕合わせたバイト3人でこう、まあ飯食うてて、ああもう4時から研修やって言うてますから。なんか、ああすいませんって、いやいやなーやな、ほぼ言うてる、うん、そうやね。まあ、いろいろあると思いますよ。なんか私教え方下手やからみたいなとかもしかしたらあるかもしれないんですけど、でも基本は最悪 や、うん、最悪やな。うん、なんかもうほんまね、この働き始めた3週間ぐらい、うん、まあ、もうちょっと1月ですけど、うん、ずっといたたまれへん気持ちで帰ってくんのね。申し訳ないなと。まあまあええやん、変なやつに絡まれるしね俺。どういうこと、お店で、お店で、うん、お客さんで、う
の人お客さんが来て、トイレの水で手洗っていいですかみたいなこと言われて、うん、まあまあまあいいですよってなるのが、うん、でなんかキャ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 って急になんかトイレで笑い出したりとか、うん、やばいやつ来たと思って。それはおじさん？いや若い。ああそうなんだ。あ行ってても二十歳ぐらい。ああ。うん。のやつがパッと来て。まあ分からんけど持病なのかね。分からん。分からん。の、うん、もうとりあえずテンション高い。変な人、うん、もうなんかそういう枠の人じゃなくて、あそういうあの病気とかとかではない、じゃ あのもうそういうやつってこと、はい、もう変極端に言えばベロベロに酔ったやつぐらいをイメージしてくれたらいいんですけど、あれじゃん大黒鳥やろ、うん、ドラッグなんじゃん普通に。いやもうやめてやそしたらほんなめっちゃ怖かってんから俺。ちょっとなんかその確率はありそうやな。ありそうやね。だってここ大黒鳥やろな、うん、俺は松本さんと喋るみたいなことを言われて、えもうやめてよ。知り合いちゃうんやろ。知り合いじゃない、全く知りません。お客様です、ただの。やっぱあれちゃん、同じ匂いを感じたんじゃん。いや、俺そんなやつちゃうわ。もうちょっとちゃんとしてると思うで。いや、もういやいや。あるわ、ほんま。まあそんな中、今日も、はい、何やらニュースが届いておりますので。届いておりますね。どれしますどれにしましょうかね。うーん、まあ、ちゃんと見てないんだなこれが。あそうですか。うん、あこれにしよう。ルックス、あそうしましょうか。じゃあいきます。最初のニュース。ルックスにコンプレックスがあった男性、整形後の世界の変わりように考えと。考えでいいんですかねこれはね。まあ、ざっくり言いますと、整形でイケメンへと変貌を遂げた男性について中国メディアが報じたと、うん、整形前は、いじめにあったり、彼女にも振られたりしたんですが、整形して一変したと。ファッションリーダーとして憧れの眼差しで見られているのだという、ね。これ写真出てるけどえらい変わりようやな。むちゃくちゃ変わってますね確かに。てか痩せてんな、まず。あでもこんなんも整形でいったってことなのかな。あるんすか。脂肪吸引とかあるやん。あーそれでってこと。うん、顎も結構なんかシュッとしたね。うん、まあ、あほらなんか骨格削ったりすんのやろ。あーありますね、うん、はい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 。整形、うん、整形したい最近ね。はい、なんかあんまりあれやけど。あんまり大丈夫ですか。どうしようかなっていう案件なんですけど。一応言うときます。そうしたら僕知らないんで。ほくろをね、うん、取ってる人がいるんです。ほくろを取ってる人、うん、はい。まあそれ整形やなみたいな言いながらね。うん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 。でもなんか楽しそうやね、ほくろ取ったら。おお、まあ顔が綺麗になるとか。顔ですか、うん、そのほくろは。顔顔、うんうん、なんかそう結構そんくらいやったらもう整形にも入らんやんか。まああんまイメージ的にもね。先に出たナイナイの岡村さんがシミ取ったとか。そうですね、うん、ありますね、うん。整形したいですか。僕ですか。うん、正直なことを言うていいですか、うん、整形は別にしたくないですね。だってもうそれどころの騒ぎじゃないもん、ね、うん、整形で足るぐらいの輪廻をね欲しいの、うん、来世はちゃんとしたっていうなんかぐらいやもん俺。どこなお一個だけやとしたら、一応そのそんなにやりたくないにしても、うん、やりたくないっていうかメリットがないにしても1個直せる、ただで直せる、ただで、うん、ただで別に1000万かかろうが、うん、ただで、ただ1箇所やで、ね、1箇所やね、うん、それは何、髪の毛的なんも大丈夫な、植毛も整形に入れる、まあまあ OK にしようか。やったらもう完全にそうやね。あそうか、うん、植毛したらどんなヘアスタイルにしたい、いろいろあるで。ああれやってみたいね。何何、あれなんていうの、なんかこんな、ドレッドヘアみたいなやつ、ね、ドレッド、いきなりやってみたいね。そんな上級者のやつやんの。なんかむっちゃかっこええなと思って。昔ぶっこみのタクか、うん、なんかそういうヤンキー漫画で、うん、おったね。おったでしょ。だいたい一人ぐらいおんね、うん、バンダナとかヘアバンドしてるやつ。そうですそうですそうです、うん、それがめちゃめちゃかっこええなと思って、うん、今さでもあのプロピアみたいなのあるやん、貼り付ける、はいはいはい、あれのドレッドとかあるで。あそうなんすか、うん、やってみたら逆にめっちゃ綺麗になるんじゃん。いややと思うんすよね。それこそあの何、大月健二さんとかって今全部あのつけるかつらやから、はいはいはい、はい、もうめんどくさいからあの普段剃って貼るから、うん、えんちゃんそんな給料入ったら全額それぶっこんでみようよ。いやいやいや、ただやから話してたのに。足らんやろ全然。僕何かな、一箇所
にしましょうか、ほんなら整形やろ一箇所。僕でも、ね、真逆かも。あ、なるほど。僕脱毛やな。いやね、うん、ぽいね、ツルツルになりたいね、綺麗な、そういわゆる卵肌みたいな、うん、あ、いいかもしれないですね。もうちょっと可愛くなるんじゃないですか。可愛くなるって言い方、可愛くなると思うそんな真顔する。僕ヒゲもじゃやからあんま人に気づかれへんけど、うん、ものすごい女顔やるな。あ、でもそうですね、目型ですね、うん、顔はね、顔立ちだからトゥルンとしそう、トゥルンとしたら若い時可愛かったもん、うん、可愛いって言われて、なんかあの、うん、カラオケ屋さんでバイトしてる時、常連客のお姉さん方の部屋に連れて行かれとったもん。あら、何その羨ましい状況何それ。店長と一緒に、なんか知らんけど店長もついてきとった何そのミニコンパみたいな何歳や、17、18の時。あ、まあまだもうほんまに20年ぐらい前や、うん、うん、可愛かったな。だからバランス悪いっちゃ悪いんですよね、そういう意味じゃね。目型の顔やのに男らしいヒゲが生えてきおるんで。そうね、山田孝之くん型やねんな。うん、なんか、うん、昔僕20歳ぐらいの時、山田孝之くんと一緒になんか出て、うん、出てて何映画とかドラマ、いやいや、なんかライブやった。ね、何さんやったっけな、マックスさんやったかな、なんか知り合いのシンガーソングライターの人がいて、うん、その人のあれライブ、ワンマンライブで、なんかゲストで出てみたいな、ちょっと喋りというかあれで、ああで呼ばれたのが、僕が当時東京でやったシェキナ東京っていうバンドと、うん、山田孝之君と FMW のリッキー富士さん、おー、この3組が呼ばれて、うん、なんかしてん何すんの何残っちゃって感じやろ、分からんな、その3人。ほんでリッキー富士さんはやっぱもう当時からトップレスラーやから、もうお姉ちゃんはべらして、マジで、うん、あのほんまアメリカ人みたいな感じ、あのベタな感じベタな感じね、いいですね。山田孝之君はまだデビューしたてで、僕多分同い年ねんけど、うん、めっちゃ顔面可愛くてね、なんかドラマに出てて当時、いくつぐらいですか、神奈川さん。僕19かな、19、うん、まあ同い年ぐらいやからそれぐらいですよね。うん、それでもうすごいすごい列ができてた、サインの、当然シェキな東京には何のあれもなかったよ。だってなんで呼ばれたんや、シェキナやな。シェキな東京にするかシェキナにするか、めっちゃ取っ組み合いの喧嘩なんだけど、どうでもええやないかも。なんで取っ組み合うねん、そんなことで。冷静に話し合え、そんなもん。なんかあれやね、山田孝之世代やね、うん、孝之で追ってるよな、山田孝之ですよ、追ってるやな、はい、俳優さんでしょ、うん、森山未来顔でもあるしね、僕は。だからまあなんか系統似てるんですよね、だあの世代みんなあんなんやん、うん、でも僕らはまだだからゴツゴツしてるのがいいぐらいっすわ、世代的に。あ、ちょっと何、松坂とか。あ、松坂世代か。そうです、もういわゆる松坂世代ですね。ああ、うん、花の22期世代でもありますし。そうやね、うん、いっぱいある。1980年生まれ、そう言われたら83年って、うん、スポーツ選手とか音楽とか芸人とかでも、うん、案外、まあ自分もそうやけど、うん、なんか谷間やねんな。ああ、おるはおるけど、その、うん、なんていうん、世の中ひっくり返す感じの人はあんまおらへんねん。爆発的な人はっていう、ナイス中堅ばっかりねん、ほんま。あ、多いかもしれないっすね。83年生まれぐらいの芸人さん誰がおる。3期したら25期でしょ、多分あの辺やと思う。藤崎とか。そうですね、藤崎マーケット、和牛とか。和牛は中国かな。あ、まあでも大学出てからってちょっと遅いか。うん、でもなんかその辺のこうナイス中堅やな、みんな。まあでもそうっすね、まだなんか分からんけど今からでもありえるぐらいの、うん、うん、なんかね、うん、何やったっけ、整形の話やっけ。そうですね、から山田孝之の話変わって整形してる人と付き合える、うん、てか結婚できる。あ、僕は全然大丈夫っすね。でもなんかほら、あの海外のさ、うん、あの面白ニュースみたいなんでさ、うん、美男美女の人が結婚して子供できたらめっちゃブサイクやって、あ、はいはいはい、2人とも実は整形やったみたいな、うん、まあありますね、そういう話。整形に対するちょっと偏見みたいなのあるやん、うん、まあ僕言ったってちょっとあるで、そんな全くないことない。おう、ある？お、なんか怖ってなるね。整形ですか？怖ない。
僕なんかピアスとかも怖いね。あ、ピアスは怖いな。タトゥーは全然いいね。どっちも怖いけど俺。でもなんかこうメスが入ってるのが怖いね。うーん、なんかもうそんなことないんやろうけど、はいはいはい、パンピッて押したらパーンって爆発するみたいな、うん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 、昔やったらあるの。何あれ、おっぱいとかそうやったやろ。ああ水か、うん、そうそうそう、なんか入れてっていうのね、うん、なんかそんなイメージがまだ残ってっからさ、あ、怖い、はいはい、あんまりあんま触ったらもう今となったら都市伝説ぐらいの話ぐらいでしょ、うん、鼻取れたりしたら嫌やん、うん、あからさまにこいつ整形やなってやつもいるじゃないですか、たまに、うん、馴染んでないというか、そんなすぐ見抜け、僕ズラの人と整形の人すぐ見抜くから、どんな眼力もで、その場で言うから、聞こえそうな声で、マジで、うん、ガツンと言うたんや、それは決めてんねん人生で。でも実際やったんやから言われてもええわな、別にな。いや、そうやで、な、隠すようなことでもないんやとは思うねんけど。でもなんかあれ、ええところでやってもらうのさ、あの二重のやつとかってさ、うん、なんか安いとこでやったんやろなみたいな感じの人おるやん。昔ありましたよ、うん、でもね、今もあるで、埋没式一家なんかでしょ、うん、目の前のパチ屋の景品、うん、あのカウンターの女の子一人そんなんやねん。嘘、怖っと思った、めっちゃ晴れてたもんその初日らへん。わわわわわわ、そんなに休まれへんから、うん、1週間ぐらい畳んだあかんねやろあれ。今もなんか変な風に定着してもうて、あー、もう最悪のパターンや、うん、かわいそう。女の子でそういうのかわいそうやな。ああいう時でもう一回すんのかね。もう一回するんちゃう、同じ場所ってこと。いや、もうちゃうとこちゃう、それはそうやろ、同じとこでは選んちゃう。いやでもなんか下手になってもうだからこれを直してくれとかあるーとか。ああ、まああるんちゃう。怖っ。どうすんのあれ、何をどうすんのやろうな、分からへんその辺は。そのどんな手術かってことやろ。いわゆる糸とかを入れとるってことですか。うん、なんか溶ける糸みたいなのがあったりとかなかったりとか、なんかよう知らんけど。いや怖いわ、陽線ね、陽線は。うん、もうそのままでええがな。女の子はメイク頑張れよ。なんかあるやろ、合うメイクがきっと。かなんかこう軽い人になったら絶対モテるからね。ああ、まあね、うん、うん、まあ、すげえ真面目やからな。じゃあ本日の究極の選択肢いきましょうか。ちょっと表題だけやけど、はい、いきますね。続いてのニュース、お金を好きなだけ使える人生、他人を全て自分の思い通りにコントロール できる人生、どっちを選ぶ。はいはいはい、まあおそらく調べさんですねかな、これはね、うん、お金を好きなだけ使える人生、うん、他人を全てを自分の思い通りにコントロールできる人生と、なかなかなお題ですな、うん、うん、もう一個足す、これに3択にするってこと。3択というか条件をつける、この2つに。ああ、はい、いいですよ。何つけます。お金を好きなだけ使えるけど、うん、もう全然この友達とかも含めてモテへん。あ、なるほど。めっちゃ嫌われる。うん、何にもしてないのに。何にもしてないのに。すげえ嫌な人生やなそれ。で、他人の全てを自分の思い通りにコントロールできる。うん、あ、でもそうやな、他人の全て自分の思い通りにコントロールできる人生って、うん、ある意味でモテへん人生やもんな。まあね、時間制限にします、5分間だけとか。でもこれ人生がやっぱでかいんじゃん。あ、分かった、ほな他人の全てコントロールできるけど、うん、死ぬ時にそれが全部バレるっていうのは。あー、死ぬ時にバレんのか。うん、なるほどな。だからその後者は、思い通りにできる人生は、うん、スーパー売れてる芸人とか、うん、映画俳優とかになれるねんで、うん、人生中は。まあそれはなれるんでしょうね。その彼死んだら、うん、うわこうやったんやっていうので、うん、そのバカにされる対象になる。はい、 もちろん最悪の方向になる。最悪の、もう汚名を着せられたまんまずっと言ってるってことね。ああ、どっちがいいかしら。どっちやろな。僕でも後者かな、他人を思い通りに。うん、うん、なんでなんすか。またやっぱりそこにはさ、売れるとかさ、まあね、というよりもエロががっつり入ってくるやん。あー、まあね、そうですわね。で、僕が亡き者になってから、うわ、うん、あれはまあ催眠術みたいなもんで、う
やったんやって相手の女の子が思ってたらそれはそれでええや。まあね、よりええや、うん、なんかもうこっち死ぬからねというかこのだま、なんていうのコントロールされたことに、うん、しかも気づいたんやと思ったらより興奮してくれ。なんか死ぬ前になりかもう何にもできへんけども、何にもできへんけど、うん、制服感がすごいあるから。まあね、お金はな、お金はだって後者の方はお金かからんからな。まあな、でも結局他人を思い通りにしたら金も自由にできそうな気もするけどな。まあ1億円くれるとかね、うん、うん、どうか。でもそうなったらお金いらんけどな。なあ、1億円分のなんかをもらえるから、うん、うん、ただでもお金の方はでも楽やで、あと腐れがないね。まあね、ナイスはね。でもすっげー嫌われんやろ、うん、何にも知らない。お金の亡者的な扱い、うん、こう一時のホリエモンみたいな。そういうことですね、うん、そこは無限やで。金は無限、うん、でも他人の思い通りしても無限にあるようなもんやしな。でも他人は思い通りにしても物は思い通りに進まんから。いやでも通帳の預金残高教えてってなったらできるわけでしょ。思い通りにできるわけですから。俺でも人が返したことしか思い通りにできへんね。ああそういうことになってるんですか。例えば、うん、いやでもそういうことやろ、 人をコントロールするってことやから、うん、だから例えば分からんけどまた世界大戦が起きて、うん、核シェルターが欲しいやん、うん、なんその場で金 ないと無理やんか、うんうん、まあね、その前までに必要や、うん、そんな準備はできへん、うんうん、とかこうどっか引っ越したいとかも、あそういうことね。自然なものとかこう宇宙へ行くとかうんぬんはコントロールできへんけど、うん、金はある程度コントロールできる。いやたお金かな。お金何を着手する。まず何に。おもう山ほどあるわけでしょ。山ほどあるというかていうかもう無限なわけ。無限なわけ。引っ越すかなそれは天一でもそうやで引っ越し。いやもうだから今考えてるようなもうマンションとかじゃなくもうあもう一軒家みたいな。もう箕面にドーン建てる。それこそもうほんまに最初箕面はあれやから、うん、一旦その茨城とかに建てていやそれはもう日本中に作りたいですね。そら全都道府県にで旅行とか行っても、うん、別にホテルも取らんでええし、うん、ホテルあんま好きじゃないんで僕がおう、うん、だから家ここによう言いません。なんかここが俺んちやったらなみたいな。ごっつしんどい時とか旅行とか行って言いません。言いませんか。言いませんね。言いませんか。どういうことですか。いやなんか旅行先とか行って気使うってこと。いやっていうかあの疲れるじゃないですか、うん、で泊まってるホテルに帰らなあかんでしょ、うん、のなんかこの道中がすごく長く感じるんですよ。家でもそうじゃん。いやいやいやでも家の方がまだちょっと気持ち楽なんですよね、うん、ホテルってなんかいちいちなんかチェックアウトとかも最初せなあかんし、最初すのチェックインやな。チェックインか、うん、とかせなあかんからもうめんどくさいなっていう。あ、まあ早く部屋行って早く休みたいのにっていうそうね。僕はもうとりあえずあれやな、天才ってことにしてほしいな。え、何ですか。ああ、そう、思い通りに、うん、うん、もう、天才、よ、天才まあ、こんなやつだったらムカつくやろけどよ、天才うん、もうヘラヘラして逃げ切りたいな。ああ、うん、でも、あ、いいですね。まあなすげえ、なんか見たことないところ見れるかもしれませんもんね、バーンといったら。まあでも努力はな、せなあかんもんな最近しみじみ思うわ。なんかいろいろ、そうですね、いろいろあって、うん、ほんまに。いやほんまやな。いやというわけで、はい、今回はこんな感じですが、はい、なんかあれね、あのちょっと途中喋ったり、あの帰宅サッカー部のところでも喋ったりしたけどさ、うん、その藤岡美希夫が死んで、はいはいはい、思ったんですけども ね、うん、ほんまね、あ別に美希夫君のこと今から喋るわけじゃないけど、うん、あれよね、僕みきおくんと最後ちょっと喧嘩したみたいな感じのままやね。最後の最後に、まあ、喧嘩したわけじゃないねんけど、おうおう、僕夜中ベロベロに酔っ払って3時頃に電話したら、うん、お前何時に電話かけてんねんって言われたっていうだけの話やねんけど特に動機もないのに、うん、やからでもまあそっからなんかあのあれなんていうん、うん、まあどっかでまた会うやろみたいな。音楽業界し、うんうんうん、結構近いところでやってるし、ほんで、はい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 、やったけど、うん、なんかあれよね、この
またどっかで会えるやろうと思ってるような人には、まあ、早めに連絡して会った方がいいよねっつう話ね。そうやね、だと思います。はい、そんな感じでした。地獄の会話は、はい、天地獄でした。まだまだ続きますが、今週はここまで。チャンネル登録と高評価をお願いします。 See you next 地獄。